尖閣諸島兵石垣島市長が初視察した情報をキャッチしました。今回は、この、視察の内容と、海協局の行動を詳しく見ていきますね。海洋調査の名目で視察しているが、やはり、石垣島、島民のためにも漁場である、尖閣諸島周辺での漁をできる状況へと戻してもらいたいのだが、政府の重い腰が、なかなか上がらないのはどうして。沖縄県の石垣市が、2022年1月31日に、尖閣諸島の環境保全を目的としたデータ採取のために、東海大の調査船、防星丸、排水量2174トンに海洋調査を依頼して実施、海水成分などの調査を実施したが、防星丸に、石垣市の中山義孝市長が乗船して、海上から、石垣市の行政区域である、尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島を視察、上陸などは行わず、そのまま、同日中に、石垣港に寄港した。中山市長は、下船後に、記者らの取材に応じ、石垣市の海洋基本計画として、尖閣諸島周辺海域の活用する上で、実態を調査する必要があったとして、尖閣諸島を海上から見たのは、初めてのことだったが、非常に大きな島だと思ったと、感想を述べた。尖閣諸島に対する現職の自治体首長による、視察が実施されるのは、極めて異例のことで、尖閣諸島において、公的機関が現地調査を実施するのは、2012年、平成24年、に、東京都が、尖閣諸島の購入を検討していた折に、当時の石原慎太郎都知事が指示をして、調査して以来10年ぶりのことで、中山市長自身が視察したのは、就任以来、初めてのことだった。防星丸は複数のポイントで、海水のサンプルを採取し、前回に引き続け、伊手調査に同行した、東海大の海洋政策講座の山田義彦教授の研究チームが、海洋汚染の有無や、海水中のプランクトンを分析し、尖閣諸島周辺における水産資源の維持や有効活用に向けた施策の元とする予定である。山田教授によると、尖閣諸島においては、野生のヤギの生息を目視で確認し、その食害を確認したとして、採取した海水を分析することで、汚染の度合いや生態系の実情を明らかにして、漁業への影響を考察するとしている。尖閣諸島は、東京都が購入を表明した2012年平成24年9月11日に日本政府が地権者から購入して国有地として魚釣島、北小島、南小島を購入し一貫して国が保有していた大正島と同様にアメリカ軍の射爆場となっている久場島はアメリカ軍に地権者が貸与している唯一の私有地である。このように国有化はされたもののそれ以降、尖閣諸島周辺には、中国の公船が、頻繁に出没を繰り返すようになったため、弱気な日本政府は、中国を刺激することを避け、漁船以外の船舶が近づくことを禁止してきた。そのため、前回の調査から、10年間が経過する間に、尖閣諸島周辺の海洋環境がどのように変化しているかの分析が必要となり、石垣市が、今回の調査を企画したのであった。ただ、翌日の2月1日は、中国政府が、海協局に、武器使用を認めた海協法を施行して、1年となる節目であったために、意図的に、この日を選んだとの憶測が生じていたため、中山市長は、この日に調査をしたのは、海協法施行記念日に合わせたわけではなく、調査を委託した東海大側の都合に合わせただけのこととして、意図的な日程ではなかったことを強調した。なお、第11管区海所保安本部によると、尖閣諸島では、調査船、防星丸が、尖閣諸島に近づいた際の、午前6時25分頃に、中国海協局の艦艇2隻、5000トン級1隻、
3000トン級一隻が防星丸を追うようにして日本の領海に侵入、防星丸に接近して行動を妨害しようと企てたようであったが、海上保安庁の巡視船が防星丸と海峡局艦艇との間に割って入るなどして安全を確保。海峡局艦艇は防星丸に並走するような形で4時間ほど航行した後、午前10時15分頃には領海の外へ出たとされ、接触による事故などはなかったとしている。2022年になって中国海峡局艦艇が日本の領海に侵入したのは1月15日以来のことで、松野博一内閣官房長官がこの日の記者会見において誠に遺憾で受け入れられないとのコメントを出し、いつも通りの方通りの遺憾表明で済ませたことに対して、インターネット上では相変わらずの日本政府のどうしようもない弱腰ぶりを批判し、石垣市と中山市長、そしてわずか2174トンの防星丸で中国海峡局の大型で、しかも機関砲などで武装をしている艦艇にひるまずに調査を敢行した東海大学の研究チームの勇気ある行動を称賛する声が上げられている。中国が2021年2月1日に海峡法を施行してから丸1年、その間尖閣諸島の接続水域のみならず、領海を侵犯すること数知れず、あからさまに自国の領土、領海として我が物顔に振る舞う中国海峡局艦艇は、大型化し重武装化しつつある。その姿は、もはや海上の警察組織の域を超えて、第2海軍とまで言われるようになっており、中国の国内法でしかない海峡法を振りかざし、警察と同じく弱い権限しか持たない海上保安庁の巡視船に対して、いつ牙を向いて機関砲を発射してくるかわからない状況である。このような状況下においても、政府与党の自由民主党の親中派議員どもは、二階氏を後ろ盾として林外務大臣を頭に中国にすり寄る姿勢を変えようともしない。2021年12月に岸防衛大臣が中国の高志大鳥和国防相に深刻な懸念であることを伝えて強く自制を求めたとされているが、南シナ海と同じく尖閣諸島を自国領であると言い張る中国が、そのようなことに聞く耳を持つはずもなく、何の抑止力にもならないであろう。中国は現在海軍の056型フリゲート艦12隻を回収して海峡局艦艇として転用するとの情報があり、これが事実であるとすると、海峡局には基準排水量こそ1300トンであるが、 76mm 単装速射砲1門、 30mm 遠隔操作式機関砲2門を射撃管制レーダーで統制する強力な武装艦が尖閣諸島に現れることになるのである。防衛省は海上保安庁にかかる負担を軽減することを目的に、新しい艦種として基準排水量1900トン、全長 90m ほどの航続力と居住性を高めた哨戒艦12隻を建造して海上保安庁巡視船をサポートする計画を立て、2026年には一番艦が就役する見込みであるが、その前に海上保安庁が窮地に陥る可能性がある。そして尖閣諸島に中国大焼け船接近して人員が上陸したとしても、巡視船や哨戒艦あるいは護衛艦を派遣したところで、現在の海上保安法や自衛隊法がこのままでは攻撃をされない限り、何の出だしもできずされるが、まま見守るしかないのだ。ましてや漁船を装いながら尖閣諸島に数百隻の船団で海上民兵が押し寄せ上陸するようなことになれば、あっという間に尖閣諸島は中国の実効支配下に置かれて中国領と化すであろう。それを防ぐ手立ては一つ
自衛隊法を改正し、明らかに不法上陸を試みる者に対しては軍、民を問わず、自衛隊に先制攻撃を許すことしかない。政府は、尖閣諸島問題に対して、冷静かつ、毅然と対応していくと、しているが、もはや、尖閣諸島防衛のためには、一刻の猶予もないことを悟り、中国との結びつきが強い経済界にばかり媚びを売る、愚かな親中派議員を抑え込み、アメリカとこれまで以上に、歩調を合わせて、中国に対して、強気の態度で臨むしか尖閣諸島を守る方法がないことを思い知るべきであろう。